徳間ダイエット、うん、ちょっとあんま比較にならないんですけど、うん、生田ダイエットっていう形でいくと、うん、光と影のもう芸術というかですね、うんうん、もう特にやっぱりダイエット教徒のスタッフが作り上げた絵ですよね、うんうん、このクオリティはやっぱり他の映画会社では生み出せないんじゃないかな、はい、まあ、永田ダイエットの方々にいろいろお聞きしたりですね、うんうん、はい、当時のあのスチールブックとかでメイキングの写真が残ってたりするんですけど、うん、はいはい、照明の規模が違いますから、うん、何メートル先から間接照明当ててますし、うんうん、前日に準備班、うん、照明の準備班っていうのがあってものすごい労力ですよね、はい、あの照明がすごいっていうのはやっぱり聞いたことがあるし、女優さんのどっちから、はい、照明を当てたらいいかというところもあったしとかいうのを、やっぱり伺うと、そのスタッフの技量が圧倒的に違ったみたいですね。はい、炭黒というかですね、夜のシーンって黒を出すんですね。はい、で、他の映画会社だと黒じゃないんですよ。うん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 、青みがかった黒というかですね。うん、はい、で、これ直接ライトを当てると、ちゃんとした黒って出ない。ああ、そうなんですか。はい、全て間接で当ててって、うんうん、ラフ版レフ版でやって、はい、で間接的に当てて、うん、すごく光量を調節して黒を出すので、うん、あのものすごい時間と労力がかかってる。溝口健二監督の近松物語を午前10時の時にかかってその時に見た時に、はい、まあ白黒映画でこんなに、はい、ちゃんと色が出てるっていうか、はい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 、黒の、深みと浅みとか、はい、多分照明でやってるっていうのも分かると思うんですけど、びっくりしましたね。汚し、いろんな美術とかセットを作ったら古びた形に見えるようにわざと汚すんですよ、はい、あの錆とかそういうの、はい、黒沢組なんかはまあそこで汚しはあって、その汚しのテクニックがもう抜きん出てるので、うん、すごく立体感が出て、はい、遠近感が出るんですね、うん、やっぱり大教頭がやっぱり一流の、うん、やっぱり技術を持たれてて、うん、監督もキャストもスタッフも調布の東京撮影所とも行き来してますから、そうなんですか。で東京にも多分その伝統っていうのは伝わってるようで、うん、で東映のように大泉と京都は、はい、別のものみたいな感じではないんですね。別なんですけど、うん、監督とキャストが出入りしてます、うん、あ、はいはいはい、で